新座駅は埼玉県新座市の美留5丁目にある東日本旅客鉄道武蔵野線の駅である。駅番号は JM29。この駅から府中本町方は八王子市社管内に入る。新座駅付近空中写真より開業1年後の様子。畑が広がる中に新座貨物ターミナル駅が目立つ。国道254号線は旧道沿いの方が栄えていた。 開業後も2002年に駅南口が再開発されるまでは、駅南側は数人の大地主のどう畑、ボーリング場で占められ、全く駅前の様相はなく、北側もロータリーがあったものの駅前までの道は、中型車が通るのが限度であり、隣の北朝霞駅との間に工場や倉庫が点在するだけで、利用者数低迷の原因となった。 武蔵野線新座駅の建設には反対運動が起こったが、大和田町はかつては鉄道を誘致したことがある。現在の東部東上線は、不設にあたり、川越街道の大和田塾付近を通る予定だった。大和田町はこのルートに賛成だったが、式町の住人が強く鉄道を誘致した。一方、大和田町も誘致したが結局破れ、ルートは、 現在の式駅を通るように変更された。ややカーブした相対式ホーム2面2線を有する高架駅で、その2線の間に中線1線を持つ。この中線は新座持物ターミナル駅に入る際の連絡線として使われ、上り線から新座持物ターミナル駅へ入線する列車はすべてここを通ることになる。駅本屋の施向は東急建設による。 改札から各ホームへは、エスカレーターとエレベーターが整備されている。東所沢駅管理の業務委託駅。指定席券売機、自動改札機設置。駅カラーは近辺に多く所在する、どう畑にちなんで紫色。2020年度の1日平均乗車人員は14,277人で、ある。武蔵野線内26駅中東松戸駅に次ぐ15位で、 同線内の単独駅では、東、浦和越谷レイクタウンに次いで、第3位。直近10年以上増加傾向であり、2016年度に2万人を上回った。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。年度全体の乗車人員を365で除して1日平均乗車人員を求めており、計算で生じた。 小数点以下の値は切り捨てているため、定期外と定期の和は、必ずしも合計と一致しない。最寄り停留所は、新座駅南口と、新座駅北入口の2カ所である。新座駅北入口停留所は、駅から少し離れた旧川越街道上にある。池袋駅西口発信や急行バス、新座駅南口終点、コミュニティバス、新エバススクールバス以外は、 西武バスの運行である、出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。